ただいま議長から報告のありましたとおり、本院議員、安倍晋太郎先生は、去る5月15日、順天堂大学附属病院において逝去されました。誠に痛切の念に堪えません。私がその日の朝、病院に駆けつけましたときは、先生のご遺体を乗せた質疑が、国会正門前を通過して、自宅に帰るため、病院の門を出発した直後でありました。私はそれを見送りながら、輝ける大気、安倍先生の歌の安らかなことを祈ったのであります。ここに私は、諸君の武道に終えまして、議員一同を代表し、通信で哀悼の言葉を申し述べたいと思います。先生は大正13年4月29日、かつて本院議員であられた安倍寛、静子、ご夫妻の長男として山口県大津郡岩町でお生まれになりました。先生は生後3ヶ月足らずで大場義志さんのもとに預けられ、幼少時代を過ごされました。義志さんは安倍家嫡子である先生を厳しくも温かくつけられました。長池先生は県立山口中学旧制第6高等学校に進まれました。先生は中学高校時代を通じ含んだ政務で東京暮らしが多かったこともあって、両親のいない生活の寂しさを紛らすため剣道と文学に没頭されました。ことに長身を生かし面を得意とされた剣道の腕前は六甲でも随一で選手監督として活躍をされました。法然先生と談笑した際、同じ剣道を学んだ私が小手打ちの妙味を視聴者に対し、田中さん、剣道の真髄は真っ向未然に打ち込む面にあるよと譲らなかったのであります。ここに人生をまっすぐに生き抜いた人間、安倍晋太郎先生の面目躍如たるものがあったと思うのであります。その後、太平洋戦争において、日本の敗色は濃厚になりつつあった昭和19年9月、大学1年半で六甲を繰り上げ卒業、東京帝国大学に入学されました。しかし、翌10月には、学徒動員で海軍滋賀航空隊に入隊し、予備生徒隊で生徒班長に任せられ、防訓練の先頭に伝えました。翌20年、特攻隊員士が千葉県館山で本格的な特攻訓練を受け、いよいよ出陣という時に終戦を迎えられました。戦後の混乱も続く中、先生は大学に復活されましたが、講義の再開もままならず、まもなく教義に戻られ、戦後初めての総選挙に立候補の準備を進めていた父、菅氏を手伝われました。しかし、菅氏は選挙を目前にして、心臓麻痺のため、急逝されたのであります。戦前、大政党の金権腐敗を糾弾し、終始戦争に反対し続け、昭和17年の翌参選挙では、非推薦で立候補するなど、反骨の政治家として、選挙民からは、昭和の吉田松陰と慕われた父の時代が訪れたと、自分のことのように喜んでおられた先生は、この時、亡き父の遺志を継ぐべく、政治家になることをしかと決意されたのであります。昭和24年4月、大学を卒業された先生は、将来政治家となるには、新聞社となるのが一番と、毎日新聞に入社され、日夜の取材に若さを燃焼させる中で、生きた政治の動きをつぶさに学ばれました。そして入社3年目の昭和26年、先生は当時、公職追放中の身であった岸信介氏の長女、陽子さんと結婚されました。昭和31年、
既に政界に帰された岳父岸氏が石橋内閣の外務大臣として入閣された際、先生は直ちに外相秘書官に身を転じられ、翌年岸内閣が誕生するや総理秘書官に就任されました。総理官邸という国政の中枢において政界の要人から薫陶を受けつつ、政治家としての資質を存分に磨かれると同時に、来たる総選挙に立候補すべく着々とその準備を進められたのであります。しかし選挙区は有力者が新規極めて厳しい状況になりました。岸氏もそれとなく議長を促されたようでありますが、先生は頑として承知せず、どんなことがあっても立候補すると尋常ならざる覚悟をされたと聞いております。まさに一度決めたら手こでも動かないという先生の政治に対する一徹さを見る思いがいたします。かつて昭和33年の第28回衆議院議員総選挙において、先生は若き共闘の衆望を一身に集め、見事初当選の栄を勝ち取られ、政治家のスタートを切られたのであります。